ジュリオ TV。 とりあえずボレーがうまいシュート練のボレーとか大体入るから、それはマジすごいと思うところです。すごいボール持てるんで羨ましいですね。筋肉の塊だもんね。ラスタホーですよこれ。ラスタホーだよ俺。鍛え上げられた肉体だもんね。困るなと思ってなかったもう俺こいつレジさんのフランスで見てたんで、それはあ出るんだと思って、怪我明けですぐでしたし、それはやっぱすげえなと思って見てましたね。あとあれ決めれたらね、よかったね。めっちゃ後悔した多分決めてたら俺相当悔しがってたねだからいやもうすぐデビューしちゃいましたからね。すげえなと思ったし、負けられないなって気持ちもあったし、もうスタメンから出てる経験もしてるんで、やっぱり早く追いつきたいなと思います。なんだろう、字は上手い方だからだ。バカは字上手いからね。そうなんだよ、ノートまとめるから自分を取り戻す。まだ怪我があって、やっぱ全然やっぱプレーの感覚って戻ってないですし、やっぱ高2の時のプレーを思い出せ、でもずっと本当に毎回毎回言われてるので、そういう意味を持って自分自身のプレーの感覚でも全然まだ納得がいってないので、今年はプレー自分のプレーを取り戻すってことが大事と思います。今年はリーグ戦出場と初ゴール初アシストです。まずは試合に出ること、それがないとこういうのも結果として現れないし、そこは、こういうのができるっていうのが自分の武器ですし、取れるチャンスもあった中で取れてないっていうのが今の実力なんで、それを毎日補ってるっていう部分で、やっぱこういうのを目標に常にしてますね。